こんにちは、レンジです。ケロブラスターの続きをやっていきます。今日は、ホワイト研究所。レーザーが飛んでくる。あ、そうだ、ジェットパック取ったんだったね。ジェットパック取ったからこんなに広い穴が開いてるってか。いいよ。ギリギリじゃん。よっ。俺はジェットパックの扱いに慣れてるから。いえ。え、敵どっか消えた。倒したみたい。うわ、もったいね。よっ。よし。いや、そこ。下には撃てねえから。あれごと飛び越えるか。いいよ。よし。やればできるもんだ。いいね。お金が貯まっていくよ。爆弾。お、ここから爆弾壊せる。あのスイッチを、おお、子供産んだ。あのスイッチを入れると、そのタイヤが、2個とも来るの、これ。どっち逃げればいいの？乗ればいいか。で、上行くにはどうすんの、これ。え？やっちゃいけなかったのかな？金庫もある。乗れない。え？取りたい。一回戻ろう。もうダメか。え、どうやって飛んだろう。わからん。ジェットパックのギリジャンで無理だね。ああ、ここね。はいはいはい。うえ。やべ、残機がね。あ、一回死んだらここは？あ、ダメか。そうだよね。あれをやんないと、ここに、来れないわけだから。あ、そうだよ、ここだよ。あ、そういうこと？なんだ。はい、ゲット。お、すげえ、大金。取りにくいとこほど大金入ってんのかな。これ、戻って。よし。うまい。よし。うますぎですね。ああ。いいね。めんどくせえ。こっから爆弾の本番だな。おぉ、1アップが2個もある。これは、下が正規ルートかな？すごいな。ああ、せっかく取ったのに。いいね。いいの？こんな簡単に取れちゃって。ちょっと待てよ。
1アップ2個も取らせるってことは超むずいってことか。もしかすると、ああデストラップが敷き詰められてる。ここの下はどっから行くんだ。あそこか、あのトマトファンだ。任せろ。よし。お、大金。いいねー。お、よ、これ下落ちたら死ぬな。下手にジェットパックを使わず。うわ、使う、やっぱり。ふぅ、なかなかハードだった。きたー。いやー、え？今 HP1 だった？ 1 だったのかな。え、これどうやって受けるの？乗れる？あ、乗れる。よし、楽勝楽勝。間違った。オッケーオッケー。怒んないのこいつ。あべ。お、金庫になった。つうことは？なんだ、大した入ってねえな。1アップ、いや、ほんと1アップいっぱいくれんな。さて、お、今500円ちょうど。あ、クワドラ、クワドラにすっか。で、ライフアップはいける？いけない。よし、これでいこう。クワドラ、早く忍者までやりてえな。うわっ、ひどっ。うわっ慎重に行こう。ああ。なんか急激に下手くそになってる。敵は無視して、金は無視して。金庫。ああ、食らう。ええー、結構食らってる。ああ、落ちちゃった。落ちちゃった、落ちちゃった。ああ、もったいない。いえ、金庫の金なくなっちゃうじゃん。どうだ？会ってくれ！会ってくれ！ない！金庫の金消滅した。おっと！クワドラでやると危ない。また50円がもったいない。そういうことか。爆発してる最中に上のやつが落ちてくると爆発が止まる。障害物あるとこもあるんだけどな。あーっと、クワドラにして多分正解だな、これ。え、上？ああ、そうか。よし。
お、いいね、跳ね返り。あれ、跳ね返りどこだ？いや。あ！うぅ。お金くれるおじさん。いや、ちょっと多いよ。金だらいも一緒に。よし。お、ハート。いいね。掃除してから行こう。はい、行きます。あ、別にジェットパックあるやん。うわぁ、しっかり上に乗んないとダメだね。もうさ、最初に避けちゃったね。え、そしたら勝手に倒してくれるし。こっちかい。この紐を切ると何が起こるんだ。どこにあるタイヤ。そこ。危ない。死んだと思った。タイヤがなんか上にいっぱいあるな。そのスイッチだもんね。ああ、なるほど。デストラップの上にタイヤを落とすのか。よし、いい感じ。あー、 IC ですよ。後ろから車来るとこだ。ほら。ほう。うぅ、上下に振って。ほう、なかなかうまいんじゃ。うわ、排ガス。うわ、これ潰されたら死ぬんじゃないか。あー、排ガス強え。ほら、やっぱり。ほらじゃねえ。潰されたら一撃か。さっきの、なんだっけ、金庫かなんかもそうだったよね。おっと。うわぁ、ミサイル当たってちゃダメよ。うぅ、やべ。いや、食らってる、最後の。うぅ。いやー。こいつ、なかなかですよ。最初が一番、検討してたな。危ない。ちゃんと、うぅ、正面で前弾当たればミサイルは壊せるが、
なんだ、今回、全然、当たってね。車に当てないと。まずいなぁ。もう早めにこっちに。ああ、ハート。いやあ。あ、ライフアップ買おう。ライフアップは必要だね。おう、そうか、最初からか。はい、じゃあ飛ばします。行きます。もう分かった。最初のミサイルさえなんとかなれば。なんともなんねえ。あ、ミサイルも乗れるんだ。いや、乗る必要はない。うわ。後ろの方が辛いな。うわ。頑張れ頑張れ。ハートハートハート。よし。勝ったなこれ。よっしゃ。ああ、解放者。はいや。で、ノーマルと一緒だったら、あ、本には火が効くね。ノーマルと一緒だったらこっちになんか隠しがある。あったー。よっしゃよっしゃ。金も結構溜まったなぁ。もうちょい溜まれば、レーザーとか、あのバブルのやつとかも強化できるかな。その前に火炎放射先に。強化か。はい、戻りまーす。お、これ、ショップ店員の親玉じゃん。飲み物まだですか？あ、すみません、ただいま。うん、飲み物お待たせしてますよ。混んでますね。あ、ここも仕事製造機使ってんじゃない？怪奇現象の取材とかでテレビ局の方が大勢いらっしゃってまして、おかげさまで大繁盛でございます。それは良かったですね。怪奇現象？先ほどまたから、空から大量の仕事が降ってきた模様です。それって、まさか。お客様どうかなさいました？で、電話借りていいです？どうぞどうぞ。C&F に電話すんな。電話来た。あ、お疲れ様。こっちはもう少しかかりそう。仕事製造機のこと？うん、そうだね。怖いね。いや、ほんと怖いよね。ああ、はいはい。終わったらすぐ行くから。いや、お疲れ。向こうは無事に着いたってさ。次は。君、顔が青いね。今頃気づいたのかよ。残業モード入ってからずっと青いよ。少し休憩入れよう。お。旅行先の温泉のことニュースでやってる。社長たち映ったりしてないかな？あ、ショップ店員。海の家もやってるよ。あ、仕事製造機。うん。あ、なに、ジャケット置いてある。はい。次は壁地高原だから。それじゃ寒いよね。ジャケットー。ダメージを一回だけ防ぐ。しかも暖かい。これで残業も最後。もう一息だね。ガチャン。
もう、謎は深まるばかり。あ、ここね。いや、雪高くなってるよ。中に敵紛れてたりすんだろうな。はい、じゃあ今日はここまでにします。次回この僻地高原をやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。